れだっても砂だらけじゃねえかよ。いつになったらつくんだよ。無理無理無理、もう歩けねえよ。もう歩けません。水ももうないんですけど。ですよね、もう喉がカラカラです。うるさい、黙って歩け。喉がカラカラ、皿もカラカラ。なんか言ったか？ほらんかい、カッパさんのお皿だけはバカにちゃいけねえだろ。僕は何も言ってませんよ。さあやんのか、やるのか。やるんですか。うっ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 、よしなさい。私たちの旅はただ天竺に着けばよいというものではないのですよ。ご覧なさい、あの鳥を。美しく優雅に見えますが、必死に羽を羽ばたかせているのです。私たちもまた辛く厳しい道のりを歩くことでお経を受け取る。逃げー逃げー逃げー、待てー、待てこれは。なんだよこれ。王様のお墓のようですね。あ、これ悟空。お供え物とかあるかもね。仏様の天罰が下りますよ。まんじゅう、まんじゅう。え、まんじゅう、まんじゅう。これ、待ちなさい。まんじゅう、どこですか。まんじゅう、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 まんじゅうさん。まんじゅう、まんじゅう、やって、やって、肩車、待ってる。あ？なんだ、なんか来るぞ。まさか。天罰が下ったのです。天罰？その水をよこせ。悟空、申し訳ありません。我々は天竺を目指して旅をしておりまして、怪しいものではございません。そのお墓にも決し、あの、やい、水と食い物をくれ。くださいな。おい、ほら、待てよ。水をくれつうの。おい、おい、みくま、待って。おい、どうするわけ。言っちまったじゃねえかよ。何が天罰だ。僕は何も。天罰ではなかったようですね。水が飲めたのに。ご飯だってあったかもしれないのに。うま、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 連れてきて。うまーまだーまだー。
いいか、そっと近づくんだ、そっと。はい。お馬さん、お水を出した。これに、これに一口だけでいいんだよ。一口だけだけど。悟空、五条、八海、お師匠さん、声を出しちゃダメ。あれを、あれをご覧なさい。それはまだ空に龍が飛んでいた頃の物語。三蔵法師という一人のお坊さんがこの世に平安をもたらすというありがたいお経を持ち帰るため西へと旅立ちました。お供を務めますのは孫悟空、沙悟浄、猪八戒という三匹の妖怪たち。目指しますは遥か彼方、天竺大雷音寺。さて、この度三蔵法師一行を待ち受けますものは、フーチェン。トラ、なんだか勇ましい町のようですね。少々物騒な匂いもする。厄介なことに巻き込まれなければよいが。飯、飯、飯、飯はどこだ。飛べ飯。な、ひびが入ってる。これ丁寧に扱わないからだ。ここなんだおめえら。三蔵法師です。は？沙悟浄です。は？猪八戒です。なあ、にゃ、よーく聞け。俺様の名前は孫悟空様だ。は？バカかお前ら。やんのかこら。やっちゃえ、やっちゃえ、やっちゃえ。行け。なに？どこ？すみません。お、逃げろ！ほら、おい、すみません、すみません。いい匂いする。甘いな。なんだろう。果物の香りだ。お、また偽物が来たぞ。ふざけんな。俺たちホームレスだよ。あれ。三蔵法師、求む。私が募集されています。三蔵法師一個には。この国の王宮からものすごいご褒美が与えられるそうです。それであいつらは我々の名を語って。偽物かよ。なんだよ。なんだよ。あ、抜けません。
抜けたじゃん。シーラムナラシャプーシャナムオンアロリキャバイタレアシーラムシーラムナラシャプーシャナムオンアロリキャバイタレアスワカシーラムシーラムナラシャプーシャナムいやーいやー痛い痛い痛い なるほどね。はい、あいあいあい。あ、うま。お腹空いてるんでしょ。うちにおいでよ。うちってどこ。あいまでー。あーい。二人のようだが、なんだなんだ、家なんかねえじゃねえかよ。また騙されたんじゃないんですか。これがうち、なんだか暗い雰囲気ですね。ねえ、ご飯は、ご飯はどこにあんな。ほれ、悟空。災い国を多いひとき、その者三つの鈴を携えて東方より訪れん。剣よりも強き祈りを持って雲を切り裂き、日の光を導かん。その伝説の人物こそ三蔵法師様のことにございます。さすがお師匠さん、伝説にまでなっていたとは。人違いでは。本物だと分かってもらえたらご褒美にご馳走してもらえるかもしれませんよ。しかし私はそんな伝説の人物などでは。そうだ、このお方こそが伝説の三蔵法師様だ。おお、では早速お願いいたそう。呪いによって亀に変えられてしまった国王、王妃様であられる。本物の三蔵法師様であればお経の力で元のお姿に戻せることであろう。そんなことができるのですか。できるわけないでしょう。お経は妖術ではないのですから。ごちそうごちそう。さあ早く。お師匠さん頑張って。
私にはそんなことできません。どうやらまた偽物のようだ。おい、飯は本物だから。飯を食わせろ。本物ですから。お食事、飯を食わせるんじゃないぞ。待ちなさい。レイミ様。もうよい。お前たちは下がりなさい。しかし姫様。下がるのです。そんな災難だったわね。おいこら、おめえのせいで俺の水道真っ二つだ。飯を食わせろ。僕のお経で呪いを解きます。だからご飯を。やれやれ、上海。おい、やってやれ。バカね、あんたたち。お経なんかで呪いが解けるわけないじゃない。妖怪を退治しなきゃダメなのよ。妖怪？あんたたち、本物の三蔵一行でしょ。だったら妖怪退治なんてお手のものよね。いえ、私たちはそのような。この国はね、つい最近まで緑豊かな森と水源に囲まれた、それはそれは裕福なところだったわ。ところがある時、奴らがやってきたの。奴ら？奴らの足音とともに草木は枯れ、奴らの息吹とともに水はつき、たった一日でこの地は砂漠へと変わった。姿に変え、この国のすべてを奪っていった。やつらの名は金閣大王、銀閣大王。金閣大王、銀閣大王。聞いたことがある。二人組の兄弟で、金星魔王さえも恐れるほどの絶対妖怪。絶対妖怪？なんだそりゃ。でもこの国の者たちは誰もやつらと戦おうとはしない。かつて虎の民と呼ばれた者たちが、今ではただの腰抜けの猫になり下がってしまったの。そうだったのですか。金閣銀閣は今画梁山にいるわ。今すぐ。さーてと。あ、忙しい忙しい。おしっこの時間だ。困っていらっしゃるのですね。分かってくださるのですか。はい。いいえ。どうか父と母、そしてこの国を助けてください。はい。いいえ。ありがとう。おっしょうさん。さあ出発よ。なんでこんな時間にこそこそ出発しなきゃなんねんだよ。私は姫よ。妖怪退治なんて反対されるに決まってるじゃない。そんな危ないところになんで僕たちが行かなきゃいけないんですか。じゃあ私一人で行くわ。でも私がいなくなったら疑われるのはあんたたちよ。捕まれば打ち首ね。打ち首？打ち首やだ、やだ、打ち首だ、やだ、うわ、やかましい、静かにしろ。しました。目にゴミが入ったわ。出てよめえ、バーン。いちいちそんなことで騒ぐんじゃねえ。ちょっとあんた、誰に向かって口聞いてんの。私はこの国の姫よ。ふざけんな。おめえが俺ひしめずつーからついてきてやったんだろうが。それはそれ、それはこれよ。とんだわがまま姫様だったな。こんなんじゃ絶対妖怪なんかに勝てるわけないですよ。え、そうなの？勝てるわけないの？ふざけんな！勝てるわけないわけない！じゃあ、金閣銀閣に勝ったら、あんたのことを絶対妖怪って呼んであげてもいいわ。
おいだ、行こう。バガザル、どこまで単純なんだ。ガツラー、お前らちゃんと来ねえのか。やかましい。お前こそ黙って来え。やばいですよ。この川にも何かいるんじゃないですか。いるんじゃない。勘弁してくださいよ。こんなところで襲われたら。あったすいません。気をつけてよ。あんたたちと違って私はお姫様なんだからね。すいません。なんであんなに偉そうなんですか、あの人。バカ、揺らすなと言っとるだろ。揺らしてませんよ。あ、なんでこんなに。この先は歩くしかないな。見て、金閣銀閣はあの山の上にいるわ。一番強いのは誰？うりせむれ。どこまで続くんですか。金閣銀閣はこれぐらい平気で登れるそうよ。あい、はい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 。やばい、やばい。下見ちゃダメ、下見ちゃダメ。これ引っかかっちゃう、これ服引っかかっちゃう。ちょっとハッカー置いていかないで。ちょっとこれ開いたら引けちゃうから。ねえ、落ちたら死ぬぞ。はっけ。ちょっと、お前はバカだね。でかい声出すなよ。すいません。だって罠ですよね。獣じゃあるまいし、こんな罠に引っかかるバカがいるわけありませんね。えい、いただきます。いた。うわー、まったくバカ猿が、こんな簡単な罠に引っかかりやがって。もういや、疲れたのよ。引き返しましょう。何言ってんのよ。これぐらいでだらしないわね。だったらあなた一人で行ってくださいよ。レミさん、何？足を痛めたのですね。豆ができただけよ。息も苦しそうだ。どうってことないわ。あー、だらしい。偉そうなことばっか言いやがって。所詮ヘナチョコ姫様だな。お疲れさん。無理しないで帰れ帰れ帰れ。いやよ、帰れ。絶対行くの。どうしてそんなに無理をする。そうですよ、お姫様なんだから宮殿にいればいいじゃないですか。死ぬことなんか怖くない。え、私には大切なものがあるの。そのためなら命なんて惜しくない。その代わり、あんたたちが生き残ったら必ず金閣銀閣を退治してよ。
あなたを無事に宮殿まで送り届けます。ああ、家族も必ず助ける。金閣銀閣なんかには負けません。俺たちは全員生きて帰る。約束よ。約束だ。行くぞ。とにかくその足じゃ無理だ。どっかで休もう。疲れてんだよ。あいつはなんだ。もうちょっと金目のものないかしら。で休憩しよう。お嬢様もこちらへ。かたじけない。お言葉に甘えます。お嬢さん。大丈夫ですか。何やってんだお嬢さん。コロンってなった。コロンってなって。なんだ。あれはなんだ。来るな、これ。来ますかね、これ。来ますね。
助かった。ん、なんだこれ。ありがとう。すげえ。ちょっとこんなとこで何よ。あ、すげえすげえすげえ。悟空逃げなさい。タケよ。ギョエー。あたたー。おしっこビビった。今も出てる。あたたー出てるよ。約束したでしょ。あ？全員生き残るって約束したでしょ。こら！ありがとう。これなんだ。キノコですよ。これどっかで見たことあるな。掘って食べましょうよ。うん。待て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 。え？何でんの？うちのようね。よし入るぞ。なんですか。ところでお前らここで何をしておるのだ。この山に住む金閣銀閣という妖怪を。金閣銀閣。奴らはこの山にはいないわよ。リリちゃん間に合った。リリちゃん会いたかった。今何と言った。この山に金閣銀閣なんていないのよ。え、またまた適当なことを言おって。さては泥棒か何か悪だくみをしておるんだな。泥棒はしてるわよ。だけど悪だくみしてるのは私じゃなくてあのお姫様よ。え、何やってんだおめえ。
太陽よ、かの朝に語れ。月よ、かの世に欺け。竜と虎のしもべとなりて、ひとしずくの大河をここに解き放ちたまえ。危ないところでした。これは罠です。え、金閣銀閣はこの山じゃない、宮殿にいるわ。宮殿？何わけわかんないこと言ってんだ。行くぞ。私見ちゃったのよ。間違いない、あれは金閣銀閣だった。金閣銀閣が宮殿にいるというのに、何のために我々をここへ。この山の上に飛躍があるの。飛躍を使えばお父さんたちを元に戻すことができるの。そうだったんですか。待て、それは何という飛躍だ。それは考えなきゃ名前が出てこないの。あやい、何をうだうだ言ってんだよ。金閣銀閣退治という話が嘘だった以上、とりあえず町へ引き返しましょう。はあ、危ない危ない、また騙されるとこでしたよ。八海、あなたの話が嘘だと決めつけるわけではありません。ただここは一旦戻った方が良いでしょう。嫌よ。おい、嫌よ。ここまで来て戻るなんて嫌。騙されちゃダメよ、嘘泣きに決まってるわ。うるせんだよ。な、何よ。さっきから黙って聞いてりゃてめえ関係ねえくせに、横からギダ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 口出しやがってよ。おめえは呼んでねえんだよ。帰れ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 。何よ、せっかく審査地に教えてやってんのに、このバカザル。二度と来んじゃねえぜ。僕行くぜ。パロ、お前今の話聞いてなかったのか。僕たちは騙されてたんですよ。だからなんで。だからお前はバカザレなんだ。悟空、約束したんだよ。そいつと約束したんだよ。だから行くんだ。待て悟空。待て、やったろ。バカザレ、うるさい悟空。俺は言ってはなりません。戻りなさい。あなたの思いはわかります。しかし今は落ち着いて。俺は行くっつったら行くんだよ。私たちが行かねばならないのは天竺です。ここで危険を犯すわけには。そんなのお師匠さんじゃねえ。約束を守らねえお師匠さんなんて、お師匠さんじゃねえ。私は破門する。お師匠さんは破門する。待ちなさい悟空。悟空、待て。悟空、you
った。妙に静かだな。あれ、まんじゅう屋もない。とりあえず飯食えるとこを探しましょう。お塩さん、どうしました？悟空のことですか。もうあのバカ猿のことは忘れましょう。悟空の言っていた通りです。私は天竺に行くことを思うあまり、僧侶としての本来の使命を忘れていたのかもしれません。でも悟空の言ってることはめちゃくちゃですよ。悟空一人を危険な目に遭わせるわけには参りません。わかりました、我々が行ってきます。私も。お師匠さんはここで待っててください。悟空は必ず連れて戻ります。念のため宮殿には近づかないようにしてください。五条さん、気をつけてください。いや、あれか、あそこか。悟空、ありがとう、信じてくれて。礼なんかいらねえ。でもナマカだろ。ナマカ？ナマカがナマカを信じんのは当たり前だ。Thank you.
誰もいねえみてえだな。薬ってどんなんだ。寒いんですけど。なんじゃ騒がしいの。なんだ。おじいちゃん。レイミ。おじいちゃん。サクエ、なんか仕掛けがあんじゃねえのか。残念ながらこれはただの雑炊じゃ。全然残念じゃねえ。いただきます。うめえ。おじさん。なんじゃサル。ここに何とかっつう薬があんだろ。それよこせ。聞いてんのか。どこにあんだ。なんか言う。なんだ。うん、おい。未熟者め。もうバカなことはせんか。しませんしませんしません、もうしません。なわけねえだろ。知っとる。猿は失敗から学ばんからの。このバカだろ、バカだろ、バカだろ。奥なんで、今日は客が多いの。すげえ。何しに来たんだよ。悟空、戻りましょう。お師匠さんが心配してる。やなこった、あんな分からずや破門してやったんだ。もうお師匠さんでも何でもない。いつまでへそを曲げてんだ。
へそのねカッパには言われたかねえな。あお前な、言っていいこと悪いことが落ち着いて話し合いましょう。仲間じゃないですか。豚を生かにした覚えはねえ。ああそういうこと言うんだ。僕と五条さんがどんなに苦労して。なあ悟空、お前お師匠さんから受けた恩をもう忘れたのか。500年閉じ込められてた岩から出してもらったろ。そんな恩もうとっくに返したよ。こんな遠くまでお供してきてやったんだ。妖怪から守ってやったんだ。そんなことで返せるわけがないだろう。悟空、俺たちがお師匠さんからもらったものはそんな簡単なものじゃないだろう。お師匠さんが僕たちにくれたのは心です。どんなに旅のお供をしたって返せねえ。どんなに妖怪退治をしたって返せません。心は心でしか返せねえ。許してくれ。仕方ないのだ。あなたは、おいじいさん。何じゃ。俺は霊美を連れて宮殿に戻る。早くその薬をよこせ。これは薬などではない。え？無欲だ。無欲？霊美、お前はこの無欲を取りに来たのだろう。金閣銀閣に持ってこいと命じられて。そうよ、その通りよ。早くその玉をちょうだい。一体どういうことなんだ。金閣たちは何のためにその玉を。やつらはこの世から太陽をなくして自分たちの住みやすい暗黒の世界に変えようとしているの。暗黒の世界。宮殿の地下には私たちの先祖が封印した黒い雲を生み出す魔物がいるの。金閣銀閣の望みはその玉を使って魔物を復活させること。そんなことしたら太陽が、空が黒い雲に覆われ、やがて草木は枯れ、多くの生き物が死に絶える。ちょっと待て。それを分かってて金閣銀閣にその玉を渡す気なのか。仕方ないの。そのために僕たちを利用したんですか。仕方ないでしょ。大切なお父さんとお母さんを助けるためにはこうするしかないんだから。なんです。お、ほれ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 、こいこいこい、ほれほれほれ、ほれ、おお、頑張れ頑張れ。こっちこっちこっち。
おじいちゃんはお父さんたちがどうなってもいいの？諦めなさい。悲しいことじゃが、お前はこの国の姫なのじゃ。何が虎の民よ。この国の人はお父さんたちが襲われたのに怖がってばかりで助けてくれなかったのよ。金閣銀閣と戦おうとする人なんて誰一人いなかった。こんな世の中救う価値なんてないのよ。消えてなくなればいいのよ。レミ、レミ、銀閣か！やいばー！蛇を放せ！ちょっと動くなよ。これが無玉か。ご苦労だったな、姫君。お父さんたちを元に戻して。な？約束したでしょ。何が？やめろ！国立！Yeah!
の国でだ。
っちゃおうよ。バカめ。ライバと引き換えだ。弾をよこせ。うん、お前はバカか。誰がそんなものだ。ならば燃やしてしまってもよいのだな。この中に吸い込んだ坊主とともに。お師匠さん、ドッドッド、殴に里番、殴に里番、殴に里番、お嬢さん燃える燃える、坊主が燃えるぞ。ほれ、弾をよこせ。無事なようだな。おい、どうやったら中に入れんだ。教えろ、早く教えろ。だから名前を呼ばれて返事をすればよいのだ。外れ、俺の名前を呼べ。え、でもいいから早く。リニー、あ、いや、あ、孫悟空。あー、お師匠さん、おい起きろよ、目覚ませよこら。お師匠さん、お師匠さん、お師匠さん、すまねえ、すまねえ、お師匠さん、ごめんな。お師匠さん、よかった、無事でしたか。俺は大丈夫だ。お師匠さんも大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ。助けに来てくれたのですね。当たり前だろ。俺はお師匠さんの一番でしたからな。はい、よし、こんなところさっさと出るぞ。はい、どうやって出るんでしょう。何も考えてなかったのですね。急にな、
らすな、ボケ！なんか、なんでもいいから、縄かなんか垂らせ！縄？縄って縄？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 あった！どこに？来た来た！早く！もっともっと！もっと！早くしろ！よしよしよし、いいぞ！お嬢さん捕まれ！くせ、なんだこれ？いせー！いせせせせせせ！早く引き上げろ、じじい！一般だ、ボケざるか！リンリン！なに、ね？なあ、わしのひげが貴様見ないで見ないでちょうだい車のお嬢さん、お嬢さん、五条八海、お嬢さんだ、お嬢さんだ、よくぞご無事で。心配かけました。また500年くらい入ってけばよかったのに。うるせえおじさま。ごく、レミちゃんが。え？宮殿だろう。一人で金閣銀閣と戦う気だ。お嬢さん、兄じゃ。これより先には入れん。この国は金閣様、銀閣様の支配下となったのだ。ふざけんな。それであんたら納得してるのか。自分たちの国が乗っ取られるんですよ。黙れ。命の保証はせんぞ。銀閣様、銀閣様に逆らうな。心を当てていけ。上等だ、やってやろうじゃねえか。よしなさい。お嬢さん、危険です。出てけ。お嬢さん、手出しはなりません。通してください。
死にたいのか。よそ者に何がわかる。我々にはどうすることもできんのだ。生きるためには従うしかないのだ。それは生きることではありません。生きることは何もしないことではありません。生きることはただ息をしていることではありません。ただ心臓が動いていることではありません。生きるということは戦うことです。何を言うか。坊主のくせに戦いとは。生きるとは田畑を耕す父のように戦うことです。赤子を産む母のように戦うことです。見る者すべてに心を動かす子供たちのように戦うことです。しかし金閣銀閣に勝てるわけがないのだ。負けることは失うことではありません。逃げることが失うことなのです。立ち向かわないことが失うことなのです。私たちは生きるために戦わねばなりません。そんな綺麗事を。道を開けるのじゃ。あなたは流星様。ここを通しなさい。できません。ここはもうあなたの国では虎の国ではないのです。わしら何と呼ばれた。猫か鳩か尻尾を振る犬か。違うじゃろ。わしら虎の民じゃ。虎は誰にも従わん。虎は諦めん。わしら誇り高き虎の民じゃ。勇気ある虎の民じゃ。違うか文徳。国王たちがどうなってもよいのか。さあ話せ。止まりなさい。私は間違えていた。私はこの国の王女。この国を守らないといけないの。家族を見殺しにするのか。分かってくれるわ。お父さんもお母さんもきっと分かってくれる。
何者。待たせたな。銀閣お姫様に無礼を働くとは何事だ。人々は立ち上がったんだ。もう誰もあなたたちを恐れてはいません。なんだと。守らなきゃいけねえ。一遍決めたら最後まで守るのが約束だ。
見えねえ、どこ行きやがった。そんなもんが役に立つか。ごめんなさい。どこ行きやがった。俺様の勝ちだ。
金閣！孫悟空、私の弟にならないか？ああ、この世は人間どもにくれてやるにはもったいない。私たちの力ならこの世を手にすることができるぞ。おめえ何言ってんだ。人間は弱い、すぐに群れをなす、叶いもせぬ夢を見る、感情をさらけ出し怯え泣き叫ぶこんな弱い生き物がこの世を全て良いのか。人間は虫けら以下の無力な生き物だ違う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 。そりゃ人間はちっぽけで弱っちい生き物だ。目に砂が入るだけで痛くなる。山を登るだけで豆ができる。腕も足も細くて何もできないくせに偉そうなことばかり言いやがる。だけどそんな人間だけどすげえ特技を一つ持ってんだよ。それは力を合わせるってことだ。ナマカを作るってことだ。ナマカを作れば勇気が湧いてくる。一人一人は弱くても力を合わせればどんな川だって渡れる。どんな山だって乗り越えられる。間違った道を歩いてても生かの声が導いてくれる。この世で一番勇気があるのは生かがいるやつだ。生かがいるやつがこの世で一番強えんだよ。おめえのようなやつはたとえ神様仏様が許したってこの俺様が許さねえ。さあ答えろ。天国に行きてえか地獄に行きてえか。地獄に行くのは貴様だ。行くしかねえだろ。ケンタ、これを使って、これで竜を吸い込むのよ。そうか、その手があったか。悟空、早く竜を。はい。私を誰だと思ってんのよ。偉そうなこと言うな。よし、
その者、三つの鈴を携えて東方より訪れん。剣よりも強き祈りを持って雲を切り裂き日の光を導かん。やはりあなた方は伝説の人物でした。いやいや、まあまあまあ、そんなお前が照れるな。お塩さんのことです。なんだなんだ、似合わねえ格好して。頭を下げろ。お姫様なんですよ。いやいや、礼を言わねばならんのはわしらの方じゃ。これでわしも安心して山で暮らせるわ。父上、山にお戻りになられるのですか。ここは性に合わん。聞いてませんよ父上。三蔵法師様、悟空、五条さん、八海さん、本当にありがとうございました。なんくすぐってえじゃねえかよ。お礼を差し上げなくてはなりませんね。いいえ、お礼ならすでにいただきました。はい。ねえ、悟空、五条、八海。はい。あなたの、そして皆さんの笑顔です。Thank you.
ましただよ。笑顔じゃお腹は膨らみません。お嬢さん、この町で一晩ゆっくりしていきましょう。なりません。まだまだ先は長いのですよ。カッパ君、ブタ君、お師匠さん、俺についてこい。いざ天竺へ。じゃな、じゃな。バカだね。ありがとう。本物ですね。ありがとう、ありがとう、ありがとう、虎の旅よ。幸せなやつだね。その国の名はガンダラ。どこ
したら行けるのだろう。教えてほしい。In Gandhara, Gandhara, they say it was in India. Gandhara, Gandhara, 愛の国 Gandhara. In Gandhara.